ひまわりは、菊花科の一年草の植物である。花は黄色で、種は、食用となる。ひまわりと表記されることもあり、また、日輪草、日車、日車草、ひまわり草、サンフラワー、ソレイユとも呼ばれる。種種を、食用や湯量とするため、あるいは花を花器として干渉するために広く、栽培される。また、ひまわりは、夏の季語でもある。 ロシアとペリューの国家になっている。原産地は北アメリカ。高さ3メートルくらいまで成長し、夏から秋にかなり大きな黄色の花を咲かせる。また、ひまわりの花の色の濃い部分はやや赤みがかった黄色をしている。花弁は大きな一つの花のように見えるが、実際は登場花女と呼ばれ、多数の花が集まって一つの花の形を形成している。これは、 菊科の植物に見られる特徴である。外輪に黄色い花びらをつけた花を、舌上下、内側の花びらがない花を、筒上花と区別して呼ぶ場合がある。和名の由来は、太陽の動きにつれてその方向を、覆うように花が回ると言われたことから。ただしこの動きは、成長に伴うものであるため、実際に太陽を追って、動くのは、成長が盛んな、若い時期だけである。 若いひまわりの茎の上部の葉は太陽に生体になるように動き、朝には東を向いていたのが夕方には西を向く。日没後は間もなく起き上がり、夜明け前には再び東に向く。この運動は蕾をつける頃まで続くが、蕾が大きくなり花が開く頃には成長が止まるため動かなくなる。その過程で日中の西への動きがだんだん小さくなるにもかかわらず。 夜間に東へ戻る動きは変わらないため、完全に開いた花は基本的に東を向いたままほとんど動かない。なお、これは慶長に一つだけ花をつける品種が遮るものの、ない日光を受けた場合のことであり、多数の花をつけるものや日光を遮るものがある場所では必ずしもこうはならない。種は長卵形でやや平たい。主皮色は、湯料用品種が黒色であり、 食用や干渉用品種には、長軸方向に黒と白の縞模様がある。少林ひまわりひまわりの原産地は北、アメリカ大陸西部であると考えられている。すでに紀元前から、インディアンの食用作物として、重要な位置を占めていた。1510年、スペイン人がひまわりの種を持ち帰り、マドリード植物園で栽培を開始した。マドリード植物園は、 ダリアやコスモスが最初に栽培されたことでも有名である。ひまわりがスペイン国外に持ち出されるまで100年近くを要し、ようやく17世紀に至りフランス、次にロシアに伝わった。ロシアに到達して初めて、その種子に大きな価値が認められた。聖教会は聖、枝祭り前の6週間を大時とし、食物品目の制限による時を行う。 19世紀の初期にはほとんどすべての油脂食品が禁止食品のリストに載っていた。しかしひまわりは教会の方学者に知られていなかったのか、そのリストにはなかったのである。こうした事情から、正教徒の多いロシア人たちは、教会法と矛盾なく、食用可能なひまわり種子を言って、常食としたのであった。その後、19世紀半ばには民衆に普及し、ロシアが、 食用ひまわり生産の世界の先進国となったのであった。日本には17世紀に伝来している。種ができる頃のひまわりオイルワールド氏の統計によると、ひまわりの種子生産量は2006、7年産、油料用植物として大豆、菜種、綿実に次ぐ生産量を誇る。また、2006年から2007年の植物油、生産量はパーム油、黄語、菜種油。 ひまわり油である。ひまわりの生産地域はロシア周辺のヨーロッパに偏っている。5割強がヨーロッパ州に集中しており、アジア州と南アメリカ州がそれぞれ2割弱を生産している。 ウクライナから1万3630千トン、ロシアから1万千1 0千トン、アルゼンチンから3000千トン、中国に1590千トン、ルーマニアに1030千トン、必死植物では果実の中に種子があり、日常語では果実のことを見、種子のことを種と呼ぶものが多いが、ひまわりの場合は、慣用的に果実全体を種と呼んでいる。ひまわりの種は、痩せかで、 種の殻と呼ばれている部分は過費であるが、本校では便宜上、種、核と記述する。種は絞って作油され、ひまわり油として利用される。ひまわり油には、不法は脂肪酸が多く含まれる。1990年代まで、リノール酸が70から80%、オレイン酸が10から20%のハイリノールタイプが主流であった。オメガマイナス6系列の脂肪酸であるリノール酸の、 発がんや、高止血症、アレルギー等との因果関係が報告されるに至り、リノール酸が15から20%、オレイン酸が40から60%の中、オレインタイプのヌスン品種が伝統的な後輩育種法により育成され、2000年以降は主流となっている。一手、食用とすることができる。特に中国や米国ではおやつとして好まれる。 神タバコやガムと同様に、アメリカの大リーガーが試合中に食す、試行品としても普及している。乾燥した種子を用いる、小薬名はひまわり子で、出血性下痢に用いられる。ペットの餌に利用される。ディーゼルエンジン用燃料として利用する研究も進められている。村おこし町おこしや、災害からの復興活動として、 全国にひまわり畑があり、イベントも開催されている。他、多数ひまわりは、カリウムなどとともに性質が類似するセシウムを吸収する性質を持つことから、原発事故などで放射能を汚染された土地に売れたら、除去できるという説が流布しているが、そのような効果は認められていない。そもそも、一般的に植物にとって、必須元素であるカリウムの吸収が、 放射性セシウムの除染のために価値があるほど大きいので、あれば、ひまわりの生えた後の土壌は極端に品、栄養化しているはずである。また、農林水産省は、ひまわりはセシウムの吸収率が低く、除染に極めて長い時間がかかるため実用的ではないとしている。ひまわり畑これらの自治体ではひまわりによる地域特産化を図り、油と食品、 化粧品等のひまわり関連製品を販売している。北海道の標準発揮は5月上旬であり、霜や氷点下の気温にも耐性はある。ありがとうございます。